皆さんこんにちは。昨日まで台風が接近してたんですけど、台風自体は高知はそれたのかあまりそんなに影響もなく過ぎ去りましたけど、ちょっと全国での被害が最小限であるように祈るばかりですね。ということで、すごい台風一過ということで風がすごい気持ちがいいです。で、あ、これはエアコンいらんなと、エアコン切ったら蒸し暑いという、で結局またつけるという、何やってんねんやと。今日はちょっとサクッと一品作ろうかなと思います。今日作る一品はですね、笠原正弘さんのおかず道場ノンストップでやってた先日のさつまいもレシピに引き続きです。で、今日作るのはですね、笠原さんがさつまいもでポテサラを作るべしって言ってたんで、では作ってみようかなと思います。では使用するのはですね、さつまいもとカレールーですね、まさかの、と塩胡椒と、サラダクリーミードレッシング、これマヨネーズかと思いきやサラダクリーミードレッシングと書いております。はい、でこれらを使用していきます。ではまずさつまいも茹でやなかので、いくつぐらいなんかな、これいくつか皮むいて茹でるような準備していきます。で、さつまいもつぶさなかので、レンギみたいなやつ入れますよね。レンギどこにあるかな、レンギ、うん、あったか、レンギあった、よし。で、さつまいもの準備をしていこうかなと思います。さあ、皮どうやって剥くんかな、ピーラーで剥くんかな、ピーラーで剥いた方が剥けるんかな、どうなの。湯沸いてから皮剥くんかな、そっちの方が剥きやすいか。なんじゃ、そんな芋か。そう、さつまいもでするの。さつまいもやったら湯がいてから皮剥いたら、湯がいてから皮なんか剥けねんで。さつまいもで、そうよ。じゃ、さっきこれ剥いとったらいいか。まあちょっとばあちゃんの指示に習って皮を先剥きます。ちょっとこれ下にボロボロ落ちて後で綺麗にしますから。もう一つぐらいいるかな、もう一つぐらいやっとこうかな、一応。よし、じゃあこれをちょっと頭をのけて、これ湯がきやすくちっちゃく切ります。ちっちゃく、よし、これで、これで湯がいていったらいいでしょうかね。で、さつまいも茹でるときは水の力って言ってたので、ちょっと入れます。ちょっとわかんないですけど、これで湯がいていきます。さあ、火つけて弱火ぐらいでじっくりゆっくり煮ていこうか。玉ねぎの4分の1薄切りして塩漬けしておくっていうことなんで、ちょっとやっておきます。これはこれで、薄切り、ちょっと切るのうまくなりましたね。これですね、もう白くてもはや見えん。塩どれぐらいでしょうかね、小さじ半ぐらいでしょうかね、わかんないですけど。これ置いときます。はい、でこれだいたい爪楊枝をサッとさせるぐらいに柔らかくなってます。これでいいと思います。だいぶ水分が飛んできたんで、もうちょっとやってみましょうか。もういいんじゃないでしょうか、もういいんじゃないでしょうかね。はい、
飛びます。で、これでレンギで潰していきましょうか。レンギじゃなくてもヘラとかでも潰せるのかな。あ、潰れるかもしれん。絶対レンギの方が早い。あ、すごい、いい感じにできましたよ。うん、見てください、いい感じです。どうせ保存するときモール入れやなあかんから、これモールに。あ、ええ匂い。さあ、ここに先ほどの玉ねぎ、塩をもみした玉ねぎ入れます。これにキューピーハーフのサラダクリーミードレッシング、これ大さじ 5?5?6? 大さじ6入れます。はい、1、はい、2。はい、じゃあこれは冷蔵庫に。で、ここに塩2つまみということで、この龍宮の塩、これちょっと入れます、せっかくなんで。一つまみ、はい、二つまみ、パッパと。はい、ここにカレー粉小さじ1/2入れます。これ使います。カレールーじゃないんかな、カレー粉なんかな。カレー粉とカレールーって違うのかな。すいません、あれ、あのカレー粉って説明書いておったんで、こっち使用します。やっぱりレトロな感のカレー粉1/2。はい、これぐらいでしょうか。これであとは混ぜようかな。うん、これで混ぜていきます。混ぜたら完成。はい、混ぜたら盛り付けましょう。よし、はい、盛り付けます。よし、はい、で、これで粗挽き塩コショウを振ります。さっ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 さと上から。よし、 OK、 はーい、できました。こんな感じ。おお、美味しそう。よし、はい、笠原さんのおかず道場でやってたさつまいものポテサラです。では用意していきます。はい、今日の昼食です。ばあちゃんの昆布のおむすびと、はい、かぼちゃの煮つけ、それと、はい、これは即席の味噌汁。はい、じゃんじゃじゃーん、笠原さんのおかず道場でやってたさつまいものポテサラ、では。ちょっと今のくしゃみとか面白いんで拾っといてください。はい、ということでいただきます。はい、ばあちゃんのまずはこのかぼちゃ煮つけから1日置いてます。どうでしょう。うん、めちゃめちゃ美味しい、バッチリです。はい、で、笠原さんのおかず道場でやってたポテサラです。さつまいものポテサラを作るべし、作ってみました。どうでしょう。さつまいもとこのサラダクリーミードレッシングの甘いうまい感じに、この玉ねぎの塩気と塩コショウを振ってるのと、こういうとこのカレー粉の風味が抜群。これはうまい、すごい。ではいただいていきます。いや、すごい、めちゃめちゃうまい。これ超絶うまいです。これすげえな。うん、うんうん、いや、でも本当プロってすごいな。うん、
すごい、本当に美味しいこれ。うまい。はい、ということでごちそうさまでした。今日はですね、あの笠原正弘さんのおかず道場ノンストップでやってたさつまいものポテサラを作るべし、作ってよかったな、つくづく思います。ということでですね、またちょっと作ってみてどうやったとか感想を教えてもらえたら嬉しいです。はい、ということで引き続き我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のつまみ、時短レシピ、炊飯器レシピ、またまた巷での流行り等々教えていただいたら挑戦していきますのでお願いします。ありがとうございました。いや今ちょうど3時。はい、では、いやすごい、本当に超絶うまい。はい、では失礼します。アディオス、カシオス、バルス。